オレフィコの河合健志郎です。岩井克行です。安藤優雅です。はい、ということで今、緊急で動画を回しているんですけども、見てわかる通り今一人明星啓太もしてメンバーいるんですけど、ちょっと明星啓太がいません。あることが起きまして、まあ簡潔に言うと、明星啓太がちょっとオリフィクのファンの人に手を出したというか、やり取りをしているというか、僕宛てにですね、直接DM いただきまして、ちょっとそれを読みます。その女性の方からですね、突然の DM 失礼いたします。私はオリフィクの大ファンで、特に明星さんを推していました。そのことを明星さんに直接 DM でお伝えしたところ、今度会おうよと言われました。舞い上がってしまった私は2つ返事で OK し、2人でご飯に行きました。そろそろ帰ろうという時に、明星さんがもう少し付き合ってよと私をバーに連れて行きました。私がそろそろ終電がと言うと、明星さんが急にホテル取ってやるからと私を連れて店の外へ、そのままホテルの前まで連れて行かれました。私は必死に振り払い、走って逃げて事なきを得ました。とても怖かったです。それ以降も明星さんから会いたい、返信してよと何度も DM が来ており、怖くて夜も眠れません。このようなことを相談していいものかと悩みましたが、どうかメンバーの皆様からやめるように説得していただけないでしょうか、っていうことで、まあ僕らの、知らないところでこういうことが、起きてしまいました。いや、もう、うん、そうですね、本当に申し訳ございません。いや、本当にこんな形になってしまって。知ってた？全く分かんなかった。全くだね。さっきじゃないですか、本当にさっきこれが来てて、うん、まあ、でこれはちょっと早めに対処しないといけないっていうことで、そうだね、なんかで、正直僕たち自身もまだ戸惑ってるというか、この先どういう感じになっていくんだろうっていう感じだよね、うん、ちょっと最初なんだろう、俺らがこうやって徐々にね、登録者の方ありがたいことに増えていって、その中でやっぱ、まあ、ファンに対する接し方みたいなのをもっと改めて強く認識しておくべきだったというか、僕らとしてはちょっと今後絶対このようなことは起きないようにしたいし、あとまあでもそもそもこんなことが起きてしまって活動を続けていいのかみたいなところもあるので、本人にまだ聞いてないからさ、まあ、何とも言えないというか判断もできないけど、そう、場合によってだってこれ今撮ってもいるけど、うん、そのね、そんなお見せできることなのかどうかみたいな、うんうんうん、もあるじゃない、うん、ただまあ一応ね、まあそういう皆さんに見てもらってやってた活動だから、うん、まあそういうことがあったなら、まあ、そういうことも含めてちょっと謝罪じゃないけどしなきゃいけないのかなっていうふうには思うから、まあ僕らもまだ啓太 と、話してないというか、まだ、まあ、正直一方の目線からの意見だとどうしても偏ったこと形にはなっちゃうから、ちゃんと啓太にこのことを話して詳しく聞きたいなっていうふうに思ってます。で、今日この後近くのカフェで打ち合わせがあるからっていうふうに今啓太を呼んでて、そこで改めてこの件についてちゃんと問い詰めようかなっていうふうに思ってます。で、その女性の方も近くに来てくれてて、今はまだいないんですけど、女性に直接やっぱ謝罪するべきだと思ってて、まあ啓太が話した上で本当に謝る場を作って、うん、ちゃんと僕らも聞いた上で女性を招きしようかなって思ってます。それで女性が許してくれるんだったらいいかなって言ったらあれですけど、なんかそこが目的というか、まあ、そうと一番の被害者というかは多分その女性の方なので、うん、なんかまあ少なくともそのまだ不安がってる部分とかもあると思うし、うんうん、まあ、そういうのさ、まあ俺らが第三者ではないけど、まあ、メンバーだし俺らのいる前でなんていうかちゃんともうこういうことはないようにっていうことを言ってもらって、うんうん、まあ一回話を聞いてみないことには僕らもだし、まあ最終的にはやっぱ女性にちゃんと謝罪をして、まあ、今後のことはまあそこからかな考えるとしてもっていう感じになっているので、ちょっと今からカフェの方に移動しまして、ケータに直接会ってくると思います。じゃあちょっと移動しますか。今カフェに向かっているんですけども、そのカフェはいつもオリフクの撮影とかで協力していただいているカフェで、今回そのご協力いただきまして、カメラの方を設置させていただけるということで使わせていただきます。なんか
記録って言ったらあれですけど、まあ証拠を、まあ、言葉の証拠とかちゃんと押さえておこうっていう、だからこれはまあ正直上がらない可能性も全然あるかなっていう感じの動画にはなります。本人の口から言った言ってないになったらちょっとこれは多分僕たちも普通に困るだろうし、うん、っていうのがあるので、どうする？なんか言い逃れしたら、いやでもそうだね、ちょっと信用なくしちゃうかもな普通に。それはもう今の時点でちょっとないじゃん、うん、もう結構だってさ、ね、タブーというかさ、ちょっと結構意外にピリついてます。まあ早速行きますか、はい、行きますか、はい、おいでいけてるで、ね、大丈夫だと思うな。じゃあ待ちますか。なんて言うんだろう、あいつ普通に、なんて言うと思う、簡単にね、認めるしかないじゃん。さすがに、そうそう、これもちょっとですけど、締め切りのとか、違う違う、それじゃなくて、それそういう回、その詰められる回、俺は違う違う、まあ、詰められるっていうのとか、ね、何隠してること、言ってないこと、いやないよ、何も何もない、何もでも、まあ俺服のファンの人から俺宛に DM が来て、うん、内容が前から DM が来て、うん、ご飯に誘われて行って、うん、で無理やりホテルまで連れて行かれそうになったっていうのが来てる、うん、で、うん、本当ってお前ちゃんと聞かなきゃいけないなと思って、うん、じゃどうなん、心当たりない、いや、知らない、ちょっと、それ全く身に覚えがないってこと、うん、ない、いや、その DM 来たら、ファンの人が DM 来たら返すとかはあるけど、全然、じゃあファンの人と会ってはない、いや、会ってはない、一回もない、本当にない、それは、まあ、何あるそれ、そういう内容のなんか、そう、うん、あれが来たと、垂れ込みみたいなのが来たと、そう、うん、うん、このアカウントの人、いや、知らない、知らないって何、いや、会ったこともないし、もちろん、え、これ何、うん、いや、わかんない、だから、ね、わかんないじゃなくね、だってやりとりがさ、だから消えたらアカウントだよ、これ普通に、いや、なんかさ、アイコンとかはそうだけどさ、いや、アカウントだよ、嘘って言う、全部割れなくて、嘘間違い、それ嘘ってない、合成だよ、なりすましその人が、うん、なんでだって俺、身に覚えないってことはそういうことでしょ、何その恨みを買われてる、いや、わかんないよ、理由はわかんないけど、うん、じゃあ、ま、これの内容全部嘘ってこと、作り物ってこと、いや、この人嘘ついてるってことだよね、わざわざうん、でしょ、もう知らない、え、ちょっと見してよ、あの、そうだ、お前の DM 見せろ、そしたら確かに、まあ、さすがに、いや、よくわかる、だって、一応スクショだからさ、そんなわかんないよ、うん、うん、いや、それは無理でしょ、なんで、なんで
いや、でも他の人との DM とかもそう。いや、見せる。そこだけ見せればいいじゃん。結構マジで。いやいや。それいや、もうさ、ケイタだけの問題じゃないんだよ、正直。内容が内容だから、ほんとに。俺らの信用に関わるから、ほんとに。いや、それは、そう。いや、それは俺なんか、そういうのが出回るんだったら、それはもう俺だけの問題じゃないなと思うけど、あの嘘だから、それ自体が。だから、わかんない、俺。もういいから、いつ一回としないで。なんで何言ってんのじゃん、逆に今。もうそれどころじゃないじゃん、どう考えても。ないだろ、今。だって嘘にしたってやばいだろ。ちょっと待って、嘘だから。嘘なの？嘘なの？嘘なの？知らない。見たこと。信じれないっていうか、その言葉自体もなんか俺はあのその送ってくれた人が嘘ついてるようには見えないし、なメリットもないし、 なんでじゃあそれしたんだろうって思っちゃうというか、逆に今のケイタの言動とか行動がもうだってやってないんだったらインスタさ見せれば終わることだし、なんかこな何もかも伴ってないっていうか、説得力がないし、それ信じろって言われる方が無理じゃない。いやでもそのだって関係性があるじゃん、そもそも俺らの。だってこの人はマジで何も知らない人でしょ、そもそも。証明してってマジで、うん、関係性あるんだったら、だからその、うん、いや見してよ。本当だよ。じゃあだから、え、じゃあそっち信じるってこと、俺じゃなくて。いやだから信じたいって、信じたいからこう聞いてんじゃん。聞いて、なんか言うことないかって聞いて、で、あれはないんでしょ、嘘なんでしょ、あれは。うん、嘘。でも見してよ。いや、でもないから見せようがないじゃん。もう、だれ言ってマジで。なんか、え、こっ、うわ、もうなんかさ、この間、やってさ、こっからじゃんみたいな話してたじゃん、普通に。うん。分かってることの重大さ、今。結構やばいよ。多分、ケイタが思ってるより全然やばいよ、これって。いや、わかるけど、だから本当じゃないことを認めることはできないから、俺この動画。知らない。知らない。はい、その DM 送ってくれた人、うん。さっき見せてもらったけど、DM をお前とのやり取りだったし、その DM からお前のアカウントとか飛べたから、もうお前なんだよ。絶対に。違うでしょ。いや、違くないだろうな。無理だろ、マジで。さすがに。なんでそこから否定できんの？無理だから。違うもん違うからさ、意味が分かんない。まだ、ね、何否定してんの、うん、どういうこと。無理だよ、無理だよさ。もうさ、もうや、いやもう最低だよ、マジで。そんなのもうあれなんだけど、でももうこっからどうするかを考えないとさ、うん、とすみません、とりあえずさ、お前一回謝れよ、ちゃんと、うん。いやだからそれが一番最初じゃない、普通に嫌とかさ言い訳してる場合じゃなくて、マジでじゃない、その本当じゃないのに謝らなきゃいけない。本当じゃないとかもない、無理だマジで。それじゃあこれさ、今さ、うん、今回は俺にこう、ね、DM で相談という形にしてくれたというかね、ある意味本当に警察に行かれたらお前終わりだからね、こんな、うん、無理やり腕掴まれてみたいな。
や、それは。いや、お前、ほんと分かってんの、この重大さというか。いや、こんな、お前がそんなさ、違うからみたいなので、ノリで、乗り切れるやつじゃないよ、これ。実際にこうやって。いや、もうでも違うもん。だって。いや、無理だろ、お前。いや、だからこの人が本当に。無理だろって。いや、本当にそうなんだったら、もう嘘ついてんじゃない、この人が。知らない。で、そのインスタを ?DM を?よほど知らないって。会ったこともないし、一回も。いや、なんかどういう目的かわかんないけど。いやだから まずさ、じゃあのファンの人、大前提、そのファンの人にまず手出さないじゃん。当たり前だ。当たり前だ。人として普通に。じゃあ、うん。で、なんか、その上で、いや、その、なんていうの、女性のタイプみたいなのがあるわけじゃん。は人としての。何言ってんの。じゃあ、なんか、そうなった時に、あんま選ぶ人じゃないっていうか。この人自体いかにしろマジで。だからだってじゃあそういう話じゃねえだろ。だから そこまで言わないと黙れってお前。だからそこまで言わないと信じてもらえないじゃん。だって今の俺からしたら、だからもう全然そういう対象として見れない。マジで一回本当やめてマジで。なんか、うん、正直そんなタイプで。あんま言うとあれだけど、ね、どっちかって言ったらあんまり、まあ、何を言ってんの、何を言ってんの、まあ、本当にいい加減してるよ、マジでなあ、いつかそんな偉そうだったのなあ。じゃあ偉そうとかじゃない、これ好みの問題だよ。言えねえだろ、絶対。じゃあだからすんだよ、これマジで。だから、いやだから してません。一回認めろって。してません。認めて、で謝れって。じゃ一回認めたら、認めたことになるじゃん。だ認めろって、だから。だから、事実なんだからさ。事実じゃないから。そもそもが。です、うん。お前、何言ってんだから。もう無理だって、ここから。こういうブスはさせません、俺は。まあ、本当に。いや、マジで。お前、ふざけたこと言ってんじゃねえよ。お前から DM してきたよな。なあ、何回もご飯誘ってきましたよね。ホテルにも誘いましたよね。早く謝ってください。結局そうじゃん。最初から認めろよ。ってここまでしないと認めないって。すみません。ちゃんと謝れって。すみません。目みたいなの。あとブスって何ですか。いや、そのファンの方というか、ね、その DM をくださって、それから何回かやり取りをさしてもらって。でご飯に僕が誘って行って、まあ、実際そういうまあ、ほぼ無理やるというか、やったんじゃん。こうで、まあ、こうに連れて行くっていうことを、まあ、してしまって、本当に申し訳ございませんでした。全部認めんだね。あの書いてある通りってことでしょ。はい。まずありえないから本当に、はい。だってしたこともありえないし。はい、オリフィック投稿じゃなくてマジで、うん。関係ないからね、マジでそこまで来たら普通に人として。うん、犯罪だし普通にだからそれは。マジでやばい。待ってよ。え、これいけるよね、俺。いけるよね。これはいけるよね。いけるよな。これやばいね。
きつい。これがいけなかった。あー、来た。俺ちょっとやばかった。ちょっと俺と家がマジやばかった。俺ハマった。ハマったマジで。めっちゃ、めっちゃ我慢した。でも俺、ちょっと編集で不安だった。大丈夫ですか？めっちゃよかった。めっちゃよかった。できる。じゃあこれを一回止めていい？いや、いいんじゃないですか。オッケーオッケー。すごいね、これ。むしろちょっと。いや、お疲れ。これ絶対バズります。やばいね、マジで。俺でしょ、やばい。 YouTuber ってこれだから頼むよ。マジマジマジ、結局これなんだよ。俺これ1000回とかだったらマジに萎えるよ本当に。俺らの待望の横動画10万再生マジ、うん、で10万でも足りない。実際どうだな、本当にそうだとも思われちゃうのかな。どうなんだろうね。思われるでしょ。いやでもそう思われるでしょ。思われて、うん、思われたらかって、なんか後々ネタバラシみたいなのして、あーなるほどね、いつかね。そうそうそう、そう二重でなんか行かせる。それまでもう濡れ着るってことね。そうもう完全背負ってね。そうそうそう、てもらって。よし、編集楽しみだ。じゃあいやいやいや、まあ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 いいか。適当に片付けして、多分この後何だろう、30分後ぐらいかな、このスタジオは多分。あ、うん、さっさと。オッケー。あ、じゃあかのちゃんちょっとここで休憩してて。はい、うん、お疲れー。お疲れです。ありがとう。よし、じゃあ片付けるか。オッケそれ風の、うん、まあ、なんか普通の演技と違うもんね。なんかそうですね、そう、難しかったな。疲れたな。そうですね、結構体力集中する時間長くない？なんか確かにずっと気張ってるイメージはある、うん、そうそうそう。いやマジで本当カモンちゃんでよかった。いや本当、いやマジでなんかね、偉そうなこと言っちゃうけど本当に期待以上だった。え、うん、本当に、いやマジで、いやいやいや、マジでマジでマジで本当にだからこれ。俺本当に嘘つかないからこれに関しては。いやいや本当って、ちょっとやめてよ。違うから、いやいやいや、そういうことじゃなくて、イラジ言ってないから。それ、いやマジで噛んじゃない、うん、いやでもマジで本当になんかお礼したいっていうか、今度飯食べに行こうよ普通に。あ、皆さんで打ち上げ。いやいや、なんかほら気使っちゃうから、まあ、別になんか俺リーダーだし、あー、やっぱ俺がなんか代表して俺するっていうのは形的には一番いいと思うから、うん、なんか、え、なんか嫌いなもんとかあるの？野菜も嫌いだし。野菜、あ、じゃあ肉か。全般嫌い。じゃあだったらね、ラムシャブいいとかあるのよ。あ、ごめんなさい、ラムがちょっと苦手で。あ、そうか。あ、じゃあ焼き肉か普通に。じゃあなんか、あ、来週とかどう？来週土曜とか。いや、ちょっと稽古が入ってて。あ、そうなんだ、はい、それ何時まで？結構夜遅くまでですね、10時とか。10時、あ、でもちょうどいいかも逆に。俺もなんかそんぐらいからが一番。でもお店開いてなかったり最近。いや、あんのよ、いいとこ24時間で全部個室、個室で。でも次の日早いんで。え、何時それ？朝8時とかで、私結構いっぱい寝たいので、うん、いけるって。いや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 、いけるって。いやいや、やめてよそういうさ、なんか気使ってみたいな。なんか俺も朝早かったりするけど全然ないって、マジで。いや、でも大丈夫、申し訳ないし。なんか、いや、なんか、いやいや、ちょっと、いや、稼いでるから。いや、まあ、マジマジマジ、いや、ほんといやらしい話だけどね。マジマジマジ、まあ、全然。いや、だから、ほんとに、マジで、行こうよ、普通に。いや、後悔ちょっと、ごめんなさい。いやいやいや、何それ、後悔ってなんだよ。いや、ごめんなさい。いや、大丈夫だって。いや、ほんとに。いや、一回行こう。いや、マジで、一回行く。いや、大丈夫。ちょ、ほんと一回行く。いや、大丈夫だって。いや、ね、いいじゃん。いやいやいや、行こうよ。本当に、なんで、え、ちょっと、え、本当にやめてもらっていいですか？うん、いけないんで。マネージャーからも怒られると思うし。そっか、ちょっと触るのもちょっとやめていただきたいな。ちょっと片付けてみるわ。
中央。え、どうした？どうした？いや、別に。これ、コップ、コップ、ん？なかった。うん。え、これコップは？ここのスタジオのわけ？いや、そう。あ、そう。うん。いや、いい。別に片付ける。全然。だってこれ作ってこの位置だっけ？あ、うん。動かしてない。動かしてない。オッケーオッケー。うん。よし。よいしょ、疲れたね今日。結構長かったよね。そうですね、割とごめんね、なんか待ち時間とか結構あって。あ、全然全然、見てて楽しかった。あ、マジよかった。あ、かのちゃんってさ、はい、なんか聞くところによるとあれなんでしょう、なんかラーメン好きなんだよね。あ、ラーメン好きです。め、全然見えなくない？なんかさ、いや、なんかめっちゃスタイルいいからさ、なんか気使ってんのかなと思ってさ、ずっとめっちゃラーメン食べてる。あ、そうなんだ、はい、もうずっと、ちっちゃい時から。ちっちゃい時からそうですね。ああ、そうなんだ。ちっちゃい時からね。ラーメンね、俺さ、あんまり食べてなくて、そう、でも、なんかちょっとチャレンジしたいなって思ってるじゃんね、うん、だから、なんか、かのんちゃんが、なんていうの、おすすめの店みたいなのある？結構あるやっぱ、そういうのって。そうですね、結構あるんですけど。ああ、そうなんだ、うん。二郎系が一番やっぱり。あ、やっぱ二郎なんだ、うん、そうなんだ。でもさ、なんか、ああいうとこ、結構さ、なんか、YouTube とかで見ると結構、厳しそうっていうかさ、なんかいろいろルールがあるじゃん。確かにあります。あれがなんか俺ちょっと一人じゃ行きづれえなと思っててさ。ああ、でもお店に書いてありますね、結構。ああ、そうなんそうなん。行動の仕方とか、なんかよかったら一緒行ってくんないかなと思ってて俺。ああ、なんか、まあ、今回のなんかラーメンっていうのもあれだけど、なんかまあ連れてってほしいなと思って。あ、だからあれで連れてって、いや俺がお金はもうそこはもう高すぎてもそれはまあいやつもあるんですけど、なんかその一緒に行きたいなっていうのがあって、あ、うん、二人で行けたらいいな。まあでも、うん、結構混んでる。あ、いや、全然、なんかそれ行った後になんかね、軽くなんか飲み行ったりとか。あ、うん、ジロー食べちゃうと結構もうお腹いっぱいになって。あ、すごい水飲むぞ。そうですね、なんか、うん、結構そうですね。あ、手伝ってるか、まあいいか。まあそうですね、ジロー食べちゃうと飲みも結構厳しいかな。あー、マジそんな感じなんだ。結構パンパンに。あ、なんかドライブ的な。ドライブ。あ、そうそう、俺免許取ったからさ、最近、最近取ったから、あ、ちょっと行けたらいいな、みたいな。ね。最近ちょっと怖いですね。あ、あ、じゃあ、なんか安全なとこちょっと。まあ、俺は、まあ、慣れたら、いや、慣れてから。手伝ってほしいなと思って。あ、うん。まあ、今、ここ。お願い。一回、いやいや、一回とかじゃない。いや、俺もね、マジマジ。まあ、絶対バレない。いや、めっちゃ変装するし。いや、怖いかな。いやファンの方やっぱりいらっしゃるの。ファンの方がいや、大丈夫よ、そんなファンなんていないでしょ。いやいやいや、結構大丈夫だよ。この間も舞台見た時いらっしゃったんで。いやいや、もう全然、ほんと、こんなのも大丈夫だから、うん、いや、本当にちょっと今回ごめんなさい。いやいや、行こうよ一回、とりあえず一回。いや、俺ね、自信ある。一回行ったら、ね、絶対楽しませる自信あるから、一回行こう。いや、一回がダメじゃないですか。いやいや、その、いや、何事も挑戦よ。いやいやいや、そこは挑戦しちゃダメですよ。本当に本当に行こう。いや、マネージャーさんにも怒られる。いや、大丈夫だよ、俺が何とかするから。いやー、さすがに。おい、マジ、一回。いや、本当にごめんなさい、もう絶対です、厳しい。そうです。おい、いや、マジ、いや、本当に一回、いや、本当にごめんなさい、俺マジ行きたいんだ。いや、大丈夫です。おい、いや、ごめん、頼む、いや、いや、いや絶対頼む。いや、本当にしつけんだよな。行かないって言ってるじゃないですか。行かないです、はい、やめてもらっていいですか。はい、すいません、一人行きます。はい、お疲れ様です。どうした？無事？なかった。何も？いや、なんか、あら、どうした？無事に。あ、そう。どうした？いや、むしろ。うん。あ、そう。うん。え、てか、机の位置ってこれ立ってる？ここだったっけ？うん、合ってると思うよ。あ、ここか。うん。じゃあ、OK か。OK。うん、そっか。はい。うん、ですげえ。けど。疲れっす。お疲れ様です。疲れっす。疲れっす。よいしょ。すいません、こんな遅くなっちゃって。はい。
いつもありがとうございます。もう結構、まあもう遅くなっちゃったし、オフよ。いや全然あの、まあもうちょっと多分3人とも時間かかると思うから、俺も先行ってていいよって言われたから。ああ。うん。送る。いや。どこだっけ家。あ、もう埼玉の方です。埼玉の方か。はい、あ、じゃあちょうど同じ方面だ。いや全然本当マジで気ぃ使わなくていいから。いや疲れてるだろうし。いや全然かのちゃんは絶対疲れてるだろうから。はい、送るマジ気にしないで。いや本当に大丈夫。え、埼玉どこら辺？埼玉川越の奥とか。ああ、じゃあ本当マジほぼ一緒ぐらいだと思う。いや川越の結構奥川越。いや川越ではない。川越ではない。そこからまた乗り換えてっていう感じなんで、全然奥、もっと奥の方なんですけど。ああ、じゃあ結構遠い。そうですね、終電とか結構早め。ああ、そうなんだ。いや、俺もそんな感じだから、マジで気持ちわかる。まあでもまあ、とりあえず今日は送るよ。いや、本当に大丈夫。いや、全然、マジで、本当に気にしなくていいから。いや、送る。いや、大丈夫。え、マジで、送らして。いや、本当、送らして。じゃあ、つけんね。さっきから何なんだよ、こっち疲れてんの。かのんちゃん？どうした？別に大丈夫。大丈夫。作る位置とこれだったっけ。やったやった。よしどう、なんか感じにできてる。もうない、作る位置これで合ってるっけ。あ、作る位置これ、あの、合ってるみたい。合ってるし、え、じゃあもう撤収？帰るだけ。うん、行こう。うん、緊急でちょっと動画回してます。ちょっととある女優の方から、DM をいただいたので、ちょっとその件についてこれから3人に、問い詰めたいと思います。何やってんだろうな、マジで。